さて、次はガウェインの話ですけども、やっぱりやめましょう。あの野郎にはいい思い出がありませんので。身長高いし、血筋は最高だし、人気あるし、悩みとかなさそうだし、身長高いし。あげ子の話なんてしたら、また一日ベッドで片つむりになるの確実だし。はい。私のメンタルを考慮して、ガウェインの話はやめにします。 画面鏡の逸話はまた今度聞かせてください。まあ、どうせバスターの話でしょうけど。困ったらすぐカラティーンに決まってます。